横振りオギビタキは、スズメモクオ木、ギビタキかオギビタキ族の鳥類の一種である。オーストラリア、ニューギニア島、ソロモン諸島、ビスマルク諸島、インドネシア東部に自然分布する。その分布域のほとんどにおいて、普通種で身近な鳥の一つであり、大部分が深い森林から離れた環境に生息している。全長は約20センチメートルで、 ウワツラはほぼ全体が黒くて仮面は白く対照的な色彩を持つ。死有動色。三亜種が認められており、元亜種、ライピデューラルカフリーズルカフリーズがオーストラリア中南部に分布し、小型の RL ピケタがオーストラリア北部に、大型の RL メロルカがニューギニア島及びその周辺の島々に分布する。英名はウィリー・ワグテールであるが、 石霊属モッタシラからなる、実際のセキレイ類ワグテールズとは、無関係であり、本種は、オギビタキ属ライビデューラの一種で、カラス類やオ,オチュウ類、風鳥類などを含む、競技のカラス上下グループの一つに分類される。このグループ内において、オ,オギビタキ類は、オ,オチュウ類と共に、オ,オチュウかダイクレリーデイに置かれることもあるが、独立した小さなトガであるオ,オギビタキからイピドリーデーに置かれる。 横振り大ビタ滝は食中性であり、開けた生息環境の中で餌を追うことに多くの時間を費やす。英名のワグテールは地面で採示するとき、水平に多振るその習性に由来する。横振り大ビタ滝は攻撃的で縄張りを持ち、しばしば笑いカワセミやおながいヌわしのような、はるかに大きな鳥を攻撃する。本種は人為的な景観の改変に、 よく対応し、都市の芝地、公園、庭園によく見かける。本種は、各地のアボリジニの伝承において、悪い知らせをもたらすものあるいは秘密を盗むものとして、よく登場する。横振り大ゲビたきは、1801年に、イギリスの鳥類学者、ジョン・ラ・サムにより、つぐみ族のトゥルドするカフリーズとして、初めて記載された。その首相名は古代ギリシア語のりこす、白と、 アフレス、マユによる。その他初期の学名にとしては、ビエロットによってサメビタ貴族とされた、マシケイパトリコロオルや、1827年に、博物学者、ニコラス・アイルワード・ビゴースト・トマス・ホースフィールドにより、ライピデューラモータセロイズとして、オギビタ貴族ライピデューラを新たに設けたものなどがある。その俗名ライピデューラは、古代ギリシア語のライピス、セント・オーラ、オによる。 ジョン・グールド他初期の著者は、一般に知られる英名に留意しながらも、本種を、ブラックホワイト・ファンテイルと称した。しかし一方で、ウィリー・ワグテイルが1916年以降、急速に広く受け入れられるようになった。ウィリーの語源は、はっきりしないがワグテイルは、その活発な挙動に由来する。その英名は、マンシ島及び北アイルランドの大陸白石霊のブッチナ。 アシュに対して、候補的に使われていた。他に、俗名では、シェパード、エスコンパニオン、フラグバード、モーニングバード、オーストラリアンナイチンゲールなどがある。多くのアボリジニの名称は、犠牲語であり、その叱り泣くような鳴き声による。ジデジデは、キンバリー地域の名前であり、ジグリジジグリッチは、アーネムランド西部のグーイングで使われている。 中央オーストラリアにあるアリススプリングスの南西のピチャンチャチャラ語ではトジンタートジンターカミラロイの間ではサースライブーゲンビル島においては西海岸のベノニ語ではトシロパンと呼ばれまた消えた地区のアワイパではマヌカと呼ばれるソロモン諸島のピジン語では本種の黒と白の色彩からトキニポリスまたはプリーバードと呼ばれる横振りビタキは セキレイカ持ったシライデイのユーラシア大陸のセ石霊類ワグテールズとは無関係であり、本種は大オオギビタキ族ライビデューラの一種である。一部の専門家はカササギビタキ類と共に、オ,オチューカダイクレリーデイを含め大オオギビタキアカ、ライピグリニーとして、それらをこのグループに分類するが、一方で他の学者はそれらを独立した大オオギビタキかライピグリデイとするに、 十分なはっきりとした正当な理由を認めている。1980年代末から1990年代、初頭の早期分子研究において、オオギビタキ類は、多くの熱帯やオーストラリアのスズメ目の鳥類から、ナルカラスコ目交尾だとして知られる、主たるオーストラリア産鳥類の大きなグループに属することが、 明らかになった。さらに最近、分類がより厳密になり、大木びたき類は、カラス類、モズ類、風鳥類、カササギビたき類、オウチュ虫類、オオツチスドリ類とともに、競技のカラス浄化のグループに分類されている。次の3アシュが広く認められている。白い眉ンがよく見える成長は、全長19から21.5センチメートル、体重17から24グラム。 尾長十10から11センチメートル。くちばしは細くて短く、くちばし長は1.64から1.93センチメートルで、くちばし端が小さな鍵型となる。尾は、線上で長くて大きい。本種は、他の大ギびタキ類より、足が長く、それは、地上で採持するための適応とも考えられる。有で、頭部、喉、胸上部、翼、 上お及び尾はすべて黒く、眉半と、頬髭ひげ及び仮面は白い。くちばしや足は黒色で、光彩は、暗褐色。幼幼ばより冠した一年目の若鳥は、翼の端が単色に見えるものがあり、幼鳥は全体にくすんだ色の歯衣を持ち、上面はやや褐色を帯びて、頭部や胸に少し泡褐色の波形模様がある。広範囲に及びかつ、個体数に富む横振りをびたきは、 オーストラリアの大部分並びにニューギニア島、ソロモン諸島、ビスマルク諸島、インドネシア東部にかけて生息する。オーストラリアのほぼ全域にわたって定住性であるが、一部の地域では季節的な移動が記録されている。それは秋から冬の渡り鳥としてニューサウスウェールズ州北東部やクイーンズランド州の南東、さらにガルフカントリー及び 極北のヨークミサキ半島の一部へと向かう。タスマニア州では名庁であり、時にはロードハウ島に達する。ニュージーランドの群島東のチャタム諸島にあるマンゲル島において2002年に一例の記録がある。横振りオーギビタキは1922年頃にハワイ州で畜産における昆虫の抑制のために包丁されたが、移入は成功せず、 最後に目撃されたのは1937年のココヘッドにおいてであった。横振り大下びた木は広く多様な生息環境に住んでいるが、タウリンのような森林地帯は避ける。いくらか開けたソリンもしくは散在する木がある草原を選び、多くは湿地ないし水辺を好む。ニューギニア島ではソリンやマングローブ林のみならず人的開拓地や草原にも生息する。 ガダルカナル島では、空き地やココナッツ園から報告されている。土地の人的改変にうまく対応して、よく開けた草の生いた場所、例えば、芝地には、公園、運動場などで採事しているのが見られる。本種は、原生植物が農業のために取り除かれてから、西オーストラリアのウィートベルト地域にまで広がった。気象、横振り大ビタ滝は、 日中にはほとんど動き回っており、じっとしていることは滅多にない。止まっている間も、餌を探して、体をひねり、そのを左右に打ち振っている。ほとんどの場合、単独もしくはつがいでいるが、将軍として集まることもある。他の大喜びたきる意図は異なり、その時間の多くを地上で過ごしている。飛翔時にはその翼を激しく羽ばたかせて、素早い急降下飛行をその間によく行う。 短い急降下飛行の後、着地するとその王を特徴的に振り動かす。横振り大ゲビタは、非常に縄張り意識が強く、その縄張りを守るためには、かなり勇敢になる。その攻撃は、小鳥ばかりでなく、かサさぎ笛ガラスや、南渡りガラス笑いかわせみお長いぬわしの、ようなかなり大きな種にも及ぶ。ごく近くにまでその巣に接近すると、 飼い犬や猫それに人間さえ攻撃することがある。また西オーストラリア州では、長首ガメ類やタイガースネーク類を攻撃するのが観察されている。相手を攻撃するとき、横振り大たきは、頭部を避けて、後ろの部分を狙う。私有うともこの行動をとり、繁殖期には、通常より激しくなる。縄張りの範囲は1から3ヘクタール内である。 つがいは、急降下ディスプレイで、他のつがいに対して、縄張りを剣持しかつ防衛する。もう一羽が繰り返し中に待って、急降下する間、一羽は動かずにとどまり、役割が入れ替わるまでは、双方ともその間ずっとさえずる。本種の白い眉藩は、攻撃的ディスプレイ時に、パッとより明瞭になり、従属的ないし、緩和ディスプレイの時には、静まって、より不明瞭になる。 横振りをギびたきはとてもおしゃべりであり多くの独特な鳴き声を持つ。そのレパートリーの中にはより戦慄的な声もあるが、最もよくそれとわかる声は早口なちッとちッとちっと,とという警戒の声である。警戒の鳴き声は敵や脅威となりうる者に警告してその縄張りから遠ざけるように聞こえ、また潜在的な脅威がその領域内にある時の 仲間に対する合図としての役割を果たすとも考えられる。ジョン・グールドはその声が子供のガラガラもしくは蒸気製粉書の小さな歯車のように聞こえると報告した。ネビル・ケイリーの著書ホワットバード・イズ・ザ・トの中で彼はそれは昼も夜もしきりに声を発し特に月夜には愛しく可愛い小さな生き物であるかのような心地よい鳴き声であると記している。 祭事する幼鳥、横振り大び滝は、低い枝、フェンス、杭などに止まり、空中ないし地上にいる昆虫をはじめとした、無脊椎動物を探す。通常、キノコバエ、ハエ、小さなガのような飛ぶ昆虫を襲って狩りをするが、時には地上でついばむこともある。しばしば、人や牛、羊、馬といった動物が草地を歩いている後ろで跳ねたり、飛び回ったりして、 それらが通ることで飛び出した獲物を捕らえる。このように採示する際、水平方向に尾を振る。この動作のはっきりした目的は不明であるが、植物の間に隠れている虫を追い出して、それらを捕らえやすくするのに役立つと考えられている。横振り大げび滝は、牛や豚のように放牧される家畜や、時には動物園で眠るライオンの皮膚からもダニを取る。獲物を殺す際は、 何か硬い面に獲物を叩きつけるか、あるいは掴んで羽をむしり取ってから、内側の下食部に取りかかる。横振りをぎびたきの適応性と食性は、おそらく人間の居住の適応に支えられてきたもので、ある。蝶、ハエ、甲虫類、トンボ、カメムシ、クモ、ムカデおよびアスデなど、多種多様な節足動物を食べ、また、パプアニューギニア北岸のマダムにおける研究では、トカゲ類や、 ヤモリ類のような小さなトカゲを殺したことが記録されている。これらのトカゲの尾骨が糞の中に見つかっているが、動物が丸ごと食べられるのか単に世だけなのかは不明である。いずれにしても、トカゲは餌全体のうち1から3%を占めるとても稀な餌に過ぎない。マダンでの研究におけるデータから、横振り大ギビタきは大きな餌を 選択的に避難に食べさせることが示唆されている。放卵する横振り大木びタキしっかりと守られているす。横振り大木びタキは通常死ぬまでつがいている。繁殖期は7月から12月まで続き、よく乾燥地帯では、雨季の後に生じる。どこに置いてもこの間に最高4個の卵を放卵する。地上5メートル未満の花石を覆うものから離れた木の枝に湾状の巣を作る。 たるきやひさしが使われることもある。土すどりのものの近くに巣を作るのが観察されており、おそらくは、校舎の鳥の縄張りや侵入同様に、人間の居住地の近くに作るのは恐れない。巣は、草の茎、樹皮の再編、および他の繊維性の素材からなり、蜘蛛の網と一緒に結んで編まれている。ペットの犬や猫の毛も使われることがある。また、 ペットのヤギから毛を取ろうとするのが観察されている。ニューサウスウェールズ州マッチー地区のアルパカの飼育者は横振り大ぎびた木の巣にアルパカの紐を観察している。メスは2から4個の小さな乳白色に褐色がかった模様のある1 6 2 1トルの卵を産み14日間放卵する。すべてのスズメメの鳥と同様、ヒナは万成性でとメス性である。 ヒナたちは裸で生まれ目は閉じて無力であり、その巣に留まる。両方の親鳥がヒナの救治を行い、救治を続けている間にもう一方が放乱に従事することもある。ヒナは羽毛が生え揃う前のおよそ14日間巣に留まる。巣立つと幼鳥は思い切ってより遠くに行く前の位置、二日はすぐ近くにじっと隠れており、三日目までは20メートル以内にいる。 親鳥は、二周目の末近くになると、幼鳥が次第に自身で餌を探すよう、巣立った幼鳥への給仕をやめるようになり、そして間もなく、幼鳥を縄張りの外へと追いやる。灰色格好のメスは、横振り大喜び滝の巣に卵を産むことがあるが、仮親がよく見分けて、異質の卵を外に出すので、そうした拓卵が成功するのは稀である。うちは姫格好、灰頭姫格好、 マミジロテリカッコウ、ヨコテリカッコウによるタクランも報告されている。横振りリオーギビタキはその巣の積極的な防御者であるが、捕食者は多くの卵やヒナを捕らえる。卵のおよそ3分の2は正常に孵化し、3分の1が巣立ちヒナとして巣から出る。巣立ったヒナは、ノドグロモズガラスやクロモズガラス、テリオウチュウ、フエガラス、並びに、ノラネコや、 クマネズミ類によって捕食されることもある。人間の居住地に近接した映像はまた、子供らによる破壊にさらされている。通常はおとなしい鳥であり、人間の傍らに非常に適応して生活するが、横振り大ビタ滝はよくその巣を果敢に守る。横振り大ビタ滝はまるで笠先笛ガラスのように、通りかかる人を突然襲うことが知られている。横振り大ビタ滝からの攻撃は、 カササギ笛ガラスほど一般的でなく全く怖くはないが、受ける者としてはかなりの衝撃を覚える。横振り大喜び滝はオーストラリアのアボリジニの伝承において特別に取り上げられている。例えば、マレーガーカ流のナリンジェリ族やヨーク半島のナルンガ族など、オーストラリア南東地域のアボリジニの部族において、横振り大喜び滝は悪い噂を伝えるものとみなされた。 横振り大喜び滝は人の秘密を盗むことができると考えられ、さらにいつまでも盗み聞きをするように部落の周りにいるので女性は横振り大喜び滝のいるところでは固く口を閉ざしていた。金瓦地域の人々は生きている身内がそれらの悪口を言うなら最近死んだ者の,の霊魂に伝えられるというような信仰を持っていた。彼らはまた横振り大喜び滝を すべての動物のうち最も知力に優れるものとして、敬まった。その利口さはまた、ブーゲンウィル島のティンプツの物語にも見られ、そこで、シンシング・トンレングは、わしの背中に乗って、すべての鳥のうち誰が、最も高く飛べるかを見る競争に勝った。しかし、アーネムランド西部のクーイングでは、悪いように解釈し、嘘つきでおしゃべりであると考えた。ピルバラ中、 西部のアンジェバーンディ族のドリーミングの物語では、火を盗み取って、それを海で消そうとしており、そうして怯えると強風を送り出すことができた。ニューギニアコーチのカラム族においては、コンメイドと呼ばれ、良い鳥とみなされた。それがやってきて、おしゃべりしながら、新しい庭園が耕されると、豊作になるとされた。豚の周りを飛び動いて泣いている場合は彼らの世話をしていると言われた。 また、カラムにおける父方親族の例の現れであろうともされた。ニューギニアの東高原ではクリトロと呼ばれ、その外観は死んだ夫のための未亡人による追悼式を意味しているとされた。彼女は彼にバナナの花を供え、その近くで歌っている鳥のいるのは死んだ男の魂が供え物を受け取ったことの証拠と考えられた。ブルゲンウィル島の消えた地区にあるマネカに関わる話では、 川岸に沿って飛び動くのは、伝説の娘が嵐で氾濫している川を渡ろうとして溺れ死んだ彼女の母親を探している、ことを繰り返し伝えているという。本種は、パラオやソロモン諸島の郵便切手に描かれており、また、ドットちゃんとカンガルードットザカンガルー、大きくなった、ブリンキー、ブリンキービルグローズアップ、ウィリー・ワグテールアザーテールズなど、 オーストラリア児童文学の配役として登場している。ありがとうございます。